今回は、無法末の一生。監督は、稲垣博。1958年の作品です。九州小倉の車引き、無法末こと、富島松五郎は、無学で乱暴者でしたが、情に厚く一途な男。未亡人の吉子と、その一人息子の俊夫との、信仰を中心に、彼を取り巻く人々を描きます。出演は、三船敏郎、高峰秀子、芥川博、笠原健二ほか、43年に制作された同名作品が、GHQ の検閲で大幅に再編集されたことが不本意だった稲垣が、自らリメイクした、いわば完全版。明治の日本の原風景と、優しい心を、カラー映像に焼き付けます。ベネチア映画祭で金獅子賞を受賞するなど、国際的にも高く評価された名作です。